ドラゴンズが先制しました。2回、井上、そして中村、下位打線で3点を取っています。これからヤクルトの攻撃です。3回の表、3点を追う攻撃は7番の高橋聡から始まります。藤波さん、武田にとって非常に心強い3点が入りましたね。もう本当に楽でしょうね、はい、それでなくても状態いいですからね、まあ、とにかく先に点を取ったんですけども、武田のペースでね、はい、試合これ始まってますから。そうですね、非常に武田の素晴らしいピッチング、スイスイとここまで来ています。前回は横浜を完封しました。ここまでまだランナーは許していません。インサイドにボール外れてワンツーです。去年までは福岡ダイエーで投げていた武田、井上が映っています。2点タイムリースリーベースヒットでドラゴンズが先制しました。これはどうでしょうか。初めてのランナーが出ました。高橋聡です。高橋聡は去年までオリックスでプレーしていました。パシフィック時代は武田対この高橋、51打数17安打、アベレージは3割3分3厘、ホームラン1本という成績でした。セントラルに舞台が変わって、まずこの2人の対決は高橋がセンター前で出塁しています。ヤクルトも3点を追いかけます。ヤクルトにとってのこの3点というのはどうですか。いや、早くね1点ずつ返したいんでしょうけどもね、はい、武田のペースを少しは崩したいんですよね。だからまあ今のヒットがどうですかね、このベンチのナインですね、はい、選手にどう影響していくかですよね。だからもう先に中日に3点取られてるわけですから、はい、今日はヤクルトを追う立場。そうですね、早く追う体制を作りたいですよね。そうですね、昨日はヤクルトが先手先手を取っていたんですけれども、しかしドラゴンズが1イニング7点で一気にゲームを決めてしまいました。若松新監督の表情が映りました。立ち上がりは渋い表情を見せていた若松監督、しかしまだリードは3点です。ここまでは戦いぶりとして一発が目立っている打線ですけれども、どうつないでいくかでしょうね。問題はそこですね。確かにホームランでの点はたくさんあるんですけども、連打の点が少ないですからね、はい、打線のつながりっていうのはことに関してはね、まだそのヤクルトがね、出してませんよね、はい、長打で勝ってきてるわけですから。今日は8番に下がっている宮本です。宮本もこの8番という位置にいると非常に嫌なバッターですね。まあ山本の時でしたか、はい、初回に先頭バッターでヒットを打ってありましたね、あれからずっとヤクルトヒットなかったんですけども、はい、まあ、とにかくこの宮本がファールで粘ってね、先頭バッターでヒットを打ちましたよね、はい、だから粘りのそのバッティングバッターですから、まあ、当然つなぎ役、もう2番と同じ役割じゃないですかね、ここは。なるほど、まあ、次はピッチャーですからね。どういうつなぎを8番という位置で見せるか。インサイドピッチャー、おっと、これは取れません。サードですが、サードも取れません。記録はヒットになりました。内野安打です。形としては連打ということになります。ピッチャーの武田の横に転がったゴロ、ここはゴメスに任せましたが、ゴメスも取れませんでした。難しいバウンドになりましたけどね、はい、まあ、本来でしたらね、ゴメスが取って一塁へという感じですよね。そうですね、はい、武田はちょっと体勢崩れましたしね、はい、武田の場合はこれはもうバックハンドになってしまいます。そうですよね、はい、で宮本は足がありますから、やっぱりサードが取ってそのままスローイングと、はい、いう形が、まあ、本来なんでしょうけどもね。そうですね、
さあ二塁一塁となってここはもう田畑は送りバントです。あっさり初球で決めました田畑。三塁二塁ワンアウト。トップに帰って真中を迎えます。ヤクルトも反撃の体勢は整いました。ここからですね、そうですね、開幕して4連勝の時の攻め方をやっぱりやると、はい、この中日にはちょっと通用しないかなと。なるほど。やっぱり確実にランナーを進めて1点1点ですよね。まさにつなぎの野球、そういう野球を、ね、やってるんですけどもね、はい、去年まではどちらかというとヤクルトはそういう野球でした、はい、昨日はスミスの2本のホームランベタジーにも打ちましたけど、はい、やっぱり勝ちに行くためにはこういう進め方、一つの塁のやっぱり先へ先へ行くというね、そういう展開で点を取っていく以外ないでしょうね。そうですね。ドラゴンズはここはもう内野は普通の守備を敷いて1点は仕方がないという感じですね。一つ外れたところで武田のところに行った中村。ランナーは三塁二塁です。真中は1打席目ショートゴロに倒れています。今飯田が怪我で戦列離れているということで1番を真中に任せていますが、アベレージが1割7分6厘、やや淡白なところがありますね。まあしかしこの人しか今いないでしょうね、1番打ってる人は、はい、1回目の打席はショートゴロ。これもいわゆるカットボール、まっすら。左バッターのこの近めに来るまっすらというのも一つ嫌なんだという相手チームの声もありました。厳しいコースに来ると苦しいでしょうね。でしょうね、今度は外です。一転して外に持って2エンド1、140キロを掲示しました。この辺りは実にうまい組み立てですね。 やっぱりね、力を入れるときはしっかり入れてますよ、はい、ここはやっぱり1点は覚悟はしてるんでしょうけども、はい、武田の頭の中には1点もやらないぞと、なるほど、いう気持ちも入ってるでしょうね。速いボールで2エンド1、これは変わりません。ファールグラウンド、ファールボールで2ストライク1ボール。まあ、常に140キロのボールを投げろということは無理でしょうけどもね、はい、ですけど今の2球は力入れましたね。そうでしたね、はい、どうですか今ちょっとサインの交換が。そうですね、はい、首を一度振って、はい、サインの出しかけたんですけども外しましたよね。仕切り直しのような格好です。ツーストライクワンボール、ポップフライです。ゴメスが掴んでこれでツーアウト。今のボールは何でしょうか。今のはシュートじゃないですか。シュートボール、はい、スッと沈むような感じでしたが、あのシュート回転で落ちていく、これですか、はい、スプリット系のボールですね、はい、ああやはりシュート回転かかってますね。ほとんどシュート回転ですね、あのボールはね、だからフォークボールというよりもどうですか、シュートさせてる、落ちながら打ってるボールですね、はい、シンカーのように落ちていきますね、はい、しかしいいですね、あのボールはいいですね。肘に負担もかからないですね、はい、コントロールが一番あれですね、いいのは強みですね、はい、ドバシです。ツーアウトまで持っていった武田です。さてからヤクルトもここで1点取っておかないと、はい、その取られた後のチャンスですから。そうですね、このまま武田ペースになりかねないですよね、はい、なんとかゲームの流れを持っていきたいヤクルトサイド。ヤクルトは連敗中です。いいところに決まりました、ツーナッシン。
土橋も少し呆然とした表情を浮かべました。際どいコースですね。いっぱいでしょう。はい、土橋を追い込みました。2試合目の登板、まだ失点はありません武田。外のボールで2エンド1。まあしかしいい度胸してますよね。はい、やっぱりこう攻めのピッチングっていうんですかね、決して逃げてませんね。はい、田畑は少しこう警戒しすぎてるっていうところが見えますが、はい、武田はバッターに攻めてるなっていうね、そういう感じですもんね。そうですね、ピンチではあるんですが気持ちは攻めています。外、際どい、外れました。2-2、土橋に対する4球、これも少しカットしたようなボールです。スライダーですね。マッスラー、はい、同じところへまっすぐとスライダーを投げてるんですけどね、いいボールですね。心にくいピッチングですね。土橋に対しての4球は非常にいいところ。中村もさあサインが決まりました。プレートを一度外します。仕切り直し、間合いを嫌った土橋。続くバッターは古田。2-3のフルカウントです。ランナーは三塁二塁です。今3球ね、はい、球種を変えて投げてきたんですよ、はい、ストレート、スライダー、はい、今先ほど投げたのがフォークですね、はい、ですからアウトコースへ3種類のボールを投げに来たわけですけどもね、はい、微妙には外れてはいますが、はい、すごい攻めをしてますねピッチャーとしては。そうですね、とにかく研究熱心な武田です。 2-3、 大きく弾んだバウンド、打ち取りました武田。三塁二塁のピンチを切り抜けています。ヤクルト序盤は得点がありません。